はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、タクです。エビル、もう毎日やってるよ、センスマル、はい、やっていきたいと思います。今回アイテム、友達スタンプ、そしてマネキンを持ってきました。初期値が、こんな感じ。そして今回なんとですね、ちょっとデッキ変えてみました、はい、前にあと4ということで、一番ね、最初の方に私がちょっとやってみたデッキではあるんですけど、オーダー入れております、うん。彼が入ることによって、まあ、ポイントがね、高く、タクフィニッシュの時とかもね、ポイントが高くなるということで、まあ、入れてみようという感じでございます。でも、ちょっと怖さもあるよね、いろいろね。うん。10回果たしてできるのかとかね、まあ、ちょっとやってみましょう。いきます。お、いいんじゃない。いきます。これがね、もう4人いていいよ。4人。4人。バイベが、レイリーとモネだけなんで、もう自己紹介これで終わりなんですよね。もうこっからマイベはもう怒涛っすね。怖いね。これは SG か。はい。なるほど。怖いね。かなり怖いっす。要はレイリーの金徳が成功するか失敗するか。そういうことだよね。そうですね、そこが、しかもだって招きあるからね、言っといた方がいい。はい、サリューリベとかがね、前半で来てくれればいいですけど、どっちにしても B ぐらいまで上げること考えると結構しんどいですよね。はい、ダウン&ジョン。もう黒がね、こうなったらもう3人一気にいきたい。こういうことね。はいはい、こういうことね。早いんですよね、むちゃんこ早いな。 SG2 人、 SG の2人が良さそうですね。いきます。でも次のターンでリーチ来ちゃう可能性もあるもんな。はい、マジおっかねえな。評価は早めに上げて、少なくとも告白イベを早く起こしたいな。はい、タヘラク2人、これはクリアしちゃっていいのかな。いいと思います。多いっす。とぶっちゃけミートを上げたいから、なんかコツとかも取りづらいね。本当はやっぱりいろんなタイミングとしては、オーダーがいるとかレイリーがいるっていうところを見ていきたいんですけど、このデッキ10回結構きついんですよね。そもそもにテンプレの先駆け、はい、か古代ラロンに関してはやっぱり得意練習が2個ある先駆けの方が安定する、フィニッシュが安定するっていうところで先駆けが選ばれてますけど、それ以上にきついですよね、小平にするよりも、先駆けにするよりも、そこの10回をなんとかしっかりやりたいですね。お、いいんじゃないですか。ここもでかい。まあメンタルで、まあ、成功しちゃえばいいんだもんな、裏を返せば。金徳はそうですね、まあここも回復があっただけに。いや、一人なんですよ。消えちゃいそうな走塁とかはいいですよね。走塁いきます。いいよ、前でちょっと我慢してくれてるよ。オッケー。でもって大田の悪球打ちだけ取っていいかな。そうですね、
これラッキーだな。これラッキーだな。待っててよかった。よし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 。やばいよやばいよ。リーチだよ。とりあえずミート上げますか。リーチだよ。リーチだよ。全員集合って感じだろ。いい。Cが行くか。きついなこれ。お。え、でも行った方がいいな。14パーな。行った方がいいよね。これは行った方がいいです。よし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 。ちょっと怖かったけど通ったよ。で、夏の声。様子を見守る。怖え。これも下でいいんだよね。やっぱりいいや。で、今が体力50があります。休むかね。そうっすね。うん、ちょっとでも。うん、まあ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 。まだ来ない、まだ来ない、まだ来ないよ、まだ来ないよ、まだ来ないよ。さあ、まだ来ないよ。おー、えい、ドキドキですね。さあ、まだ来ない。ダンジョン、迷境、迷境じゃないよね。それか面。でもできればタックフィニッシュはしていきたいね。したいよね。それいくか、はい、夏のね、評価もありますから。でもって1でも上げる。この気持ち、この気持ち、告白っぽい。先に告白。マジでですね、ああ技術ポイント入りますよね、確か。告白っぽい。くぅー、危ない危ない危ない。おー、下でいいですか。はい、空気を。ダンジョンでいいかな。ちょっと上げとくか、1でも。ここは消えそう。レディー、もう一旦待ってほしいですね。もう一旦待ってほしい。ここで回復しよう。ここで告白、告白。頼む、頼む、カキン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 、バー。いやもうしょうがないっす。いや、このデッキの弱点っす。切り替えていきましょう。ここでいい。そうっすね。はい、すっか。まあ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 、切り替えていきましょう。他の時の成功率はなんか、うん、レイリーね、かなり下がった気しますね。はいはい、自然回復量をつけていいのかな。つけて良さそうだね。打撃でいきます。自然回復量オップ。いっす。ただやっぱりタックフィニッシュとなるともうちょっと経験で欲しいな。だからそこがね、オーダーも入れたことによって、オーダー入りの時にちゃんと行きたいよね。そうですね。うん、そして告白が来ない。シラス2人、シラスかな。ここも石が待つ。いや、来ないな。うん、前上2で評価いってて、
来ないのきついですね。波動、これは言っていいのかな。はい、なっちゃん意外性は取りましょう。ローボはちょっと我慢ね。良さそうな気もしますけどね。良さそう、ローボローボローボ。ではこれで行っちゃって、そして告白、必ず来よう告白。ありがとう。告告、残念。そろそろここ行きたいよ、守備へ。おお、ありがとう。アウトコース、こっちは来るのかな。このまま行く、このまま行く。パーヒナス、ナイス。おお、いいじゃん。いいっすね。いいね。やっぱオーダーにすることによって、うん、はまれば経験でボンって跳ねると思うんですけど、うん、守備先駆けからオーダーに変わったことで守備のタックとかやっぱ減ってますよね。それで今ずっと生きてないですもんね。なるほどね。これは回復を選びましょう。手元でも良かったかもしれないけど回復の方がいい。左利き。終わっちゃった。いや、あ、もうこれ終わる。いた方がいい。もう1ターン、まずもう1ターンはいけますよね。となるとメンタルだけ抑えておくよ。免疫だけ。もう1ターンいけるけど怖いっすよね。怖い。一人ぐらいしかいなかったとき、まあメンタルいっとこうか。オッケーっす。これは下、いや守備頼む。守備大事だよ。こここれはここだね。こういうとこね。国樹はアウトコースは待つ。でここにレイリと、守備のあいつとオーダーの3人とかいてくれたらボカーンといくのね。フィニッシュもちょっと停滞気味っすよね。うん、まあ、3回かな。でここで、黒金を作っておきましょう。告白もまだですからね。どうねえなこれ。守備、あ、守備じゃない、メンタル。うん、メンタルいこう。経験点もらえてないよね。もうちょっと欲しいよね。よし、でもこれ一旦で500いかないぐらい、ギリいかないぐらい稼げると思えば、うん、めちゃくちゃでかいですね。結構安いのたくさん来た。
ね、3000点しかできない。3000円かく。さあ、ここからですよ。まだ。守備。守備いくよ。はい。スピリキュラ3体いたんで4人のところから3体引っこ抜きとかしたかったっすね。本当にそれだよね。でもって告白全然来ない。いろいろなんか計算来るからね。よしよし、今が精神ね。オッケーオッケー。よし。よしよし。これ大きなく守備でいい。5種類目、6回目かな。確認しましょうか。イエス。10回はなんとかいい。いけるペースだな。はい、オーケー。素晴らしい。うわ、でけ。いや、マジでかい。まあでもでかいわな。はい、うん、どっち下、はい、成功失敗があります。成功です。で今が波動ね。もう波動とかつけていいかな。そうっすね、波動は波動拳。おお、いいじゃん。メンタルいきます。はい、もう一人ぐらいいてくれたら完璧だったんだけどな。そろそろ告白欲しいよ友情のおかげです。完全に忘れられてますね。忘れられてるよ。もう居心地はいいんだろうな今が、うん、あなたとはお友達が一番いいと思う。守備2人ならまだいいか。そうっすね。ねえ、B 周いきます。 B 周パークで回復したいな。うん、ありがとう。付き合うよ。さあ、どこ筋肉、赤月一人、俊英、メカ。メカもラストだからメカ行きましょうか。はい、ね、で、オーダマイティ、あんま来てないのか。合格欲しい。アウト。よし、取ってよかったかな。なっちゃん、さあどこ。いいんじゃないの。そうっすね。うん、もうこれぐらいだったら多分取った方がいいよね。はい、このままで。オッケー。一発ボカンと、やっぱりさっきみたいな経験点欲しいな。オーダーでいこうかな。ね、窮地もらえますから。骸骨ですね。どこ。暁。
オッケーだね。はい、好きで。よし。それであと収益が2、うん、ブレイン4とかですかね、欲しいのは。ブレイン4。自分のカラーを。おお、成功。うん。シンプルなやつ。どこ？面、ケイ。いやー、でけ。でっけ。このなんか回復しながらっていうのが一番でかいな。ですね。ああ。で、やっぱ精神もボーンって稼げるのはね、いいよね。はい。うん。これもオーディン行ってみようかな。競争心。さあ、どこ？守備。いいんじゃないの？徳。いいじゃん、このままいっちゃえ。これで9回目、確認しましょう。ディエス10回目。おー、まくったね、かなり。でメカ手に入って、はあはあはあ、春英があと2ね。春英ブレインじゃないの？これ瞬移抑えちゃっていいんじゃない？はい。よし。で、ちょっとポイント振ります。試合でございます。いやー、独身術マジ成功してほしかったなー。いろいろ見たかった。経験点がもうどのぐらいか気になる。こうしてここちょっと上げまーす。で、ちょっと一応守備も止めときまーす。で、パワー上げて。ここもいっちゃえる？いっちゃえる。で、呼吸を上げる前にパワー取ってちょっとコツ系俺分かんねえから一回待とう。いろいろ取れそうだけどちょっと待ちます。いろいろ取っちゃっていいんじゃないですか。いいの？逆に今回は何迷いですか、そこ。わかんない俺なんか結構なんか難しくて、取ってっていいのかどこの辺でどう判断っていうのがね、なんかあんまりできてない俺。ただ頑張る。こいつさ、目白いのに赤くなんだね、投げる前。知ってた？ほら。ほんとだ。ほんとだ。うちの息子は可愛いって言ってたよ。なんかパンダっぽいから可愛いです。パンダではないですね。パンダではないけど。あちゃーん。夏のってランナーにいるときも帽子かぶってんだな、あれ。麦わらすか。麦わらかぶってた今。ヘルメットじゃなくていいのかね。でも打席立つとヘルメットかぶんのかな。見てみたいですねよし、さすがにヘルメットって規定ですもんね、ルールですもんね。そうだな。どうなんだろう。さあ、どれぐらい出てますか。6900、いきなりまくった ね。やっぱ経験点は出るのかな。はい。でさらにだってあの300とかも乗せてたらね、ここら辺のね、技術ピンショ技術ピン、なんかいろいろバランスは悪い気がする。あとはデートも一回行かなきゃいけないのと、サミリオ、いやでもブレイン取るか取らないかの判断ですよね、うん、残り7ターンで春英をもう1体とブレイン4体ですよね、うん、春英は絶対じゃん、まあ、ブレインもちょっと取りたいよね、この経験点だったらね、筋力ポイントだったら。ここもしかしてデート、難
難しいな。でも肩一応押さえてきます。ここだけ経験点取れるからね。そうですね。でも、うん、メンタル走塁は誰なんですか。メンタルですね、うん、いや俺メンタルもすごいよ。俺ここを開けてれば、うん、一気にブレイク全員抑えれたかもしれないですね。本当だね。その判断できないよね。無理ですね、うん、で今が俊英ゲット。俊英ゲット赤月でだね。俊英があと1か、うん、赤月取っちゃいます。経験点バランス的にこんな感じ。パワフブレイン2明鏡にブレイン1押さえてくる。そうっすね、うん、まだチャンスあるあるね。絶対は俊英。何回目 ?2 回目。イベントの走り具合分かってない。俊英ね。うわー迷う。これだったらもうブレイン押さえちゃった方がいいかな。押さえましょうね。え君は次いてくれてれば 1,2,3 のデートなんとか可能されますね、うん、いていていない。そしたら走塁かメンタル。メンタルどんな感じですか。メンタルいった方がいいな。この減らしぐらいだったな。その減らしぐらいなら、うん、2でもきついか。俊英を捨てるかブレイン取るかみたいな感じになりますよね。うん、まあでもブレイン行った方がいいっす。メンタルいくよ。はい、デートも一回あるからね。直近直近デート必ずです。うんうんうん。いやもう俊英捨てた方がいいなこれ。3,4どっちにしてももう捨てなきゃダメっすね。したらもうメンタルを捨てるか、うん、主演捨てるか。え、どっちだろう。経験点バランス的には、うん、ブレイン取った方が俺はいいと思いますだよね。パワーどんな感じですか。いや、多分ね、怪我とかいろんなことを4番まで取ること考えたら足んないんだよ。多分ブレイン取った方がいいですね。そうだよね。ちょっともう上げちゃいます。で、精神取ります。うん、これってさっきデート行ってもよかったのかな。こんな感じする。減らせる量的に多分これだったら一発でいけたじゃないですか、うん、うんうん、3人だもんね。そこと考えると、うん、でもここはもう踏むよ。で待ってください、うん、守備、あ、でもそっか。周囲を抑えて、うん、それ消えないですもんね、うん、行かないと消えない。だからもうメンタル行って走塁待つ。はい、だ次デートか走塁。さっきメンタル行ってもダメでしたね。それちゃうよ。はい、で次デートって感じね。このイベントなんだっけ。あ、捨てるか捨てないかか。下で筋力だね。そうですね、うん、筋力精神、うん、で、ソウル攻めたりでもうイベント経験点つけて、でデートね。でちょっと待って、ポイントを、金属取っていいのかな。
ここら辺取っていいかな。球の先取った方がいいのかな。あ、オッケー。で、デート。よし。5連続デートの持ち。でかっ！一発目のデートもこんなくれんの？まだ残ってたら嬉しいですね。そうだね。あといで。うん。崖のビトロ。サクッと。で、阿部ひも取っちゃいます。降格ちょっと待つ。なるとこも取って良さそう。ささやき、打球の美、ひとまずこんな感じでいこうかな。パワー、金融経験点とか取っちゃっていいんじゃないですか。どれだっけ。ソウルジェイです。あ、取っちゃうか。これね、ここから技術まださらに300か。ちょっと面白いの肩骨とかちょっと何気に欲しいな。お待たせいたしました。デビルフォーク、はい、ごめんなさい。3番バチョーン。死ぬ一旦に泣くか。何気にポイント変わってくるよね、あれね。いや、かなり変わりますね。しかも、まんべんなくもらえるからね、あれね。普通3個、3個、4個ぐらいいけますもんね、多分。まあ、あとは独身術がない中の私のバッティングは。俺も独身術慣れしすぎちゃってるからさ、最近。一応だけは勘弁してください。頑張ります。頑張ります。期待して。技術いつ取った方がいい。もう今取っといた方がいい。いや、まだいいんじゃないですか。まだいい。そうしてるっぽいっすね、全部。うん。でかい。さあ、あんま取んない方がいい。降格とかいい。ちょっと判断ができない。こんな感じしとこう。俺すぐ取りすぎちゃうんだから。でも本当にシミュレーター使うとさ、全然違ったものポンって出してくるじゃん。全然違う。これ取んないのとかさ、難しいよね、判断が。難しいっていうか、まあカウントしなきゃいいんじゃないですか。うん、シミュレーターに任せて。安いと思って買っちゃうみたいな。みんなもあるでしょ、スーパーとか行ってさ、お、特売だ、ヘッドスライディング 20% オフだとか。そうでしょ。でもそれこそ今回のヘッスラ怪しいっすね。怪しいよな。まあでも交通費もらってるからさすがに取ると思いますけどね。でも多分ヘッスラ取るんだったらミート1個上げて、多分同じ経験だと思うんですよ。それは多分ミート上げる方になるんですよね、シミュレーターは。うん、この辺がどうかっすよね、うん、今取ってないとかで言うと、あと安いのは盗塁アシストとか、
怪しいですよね、取るのか取らないのか。ウルティマデートです。いやここもかなりで欲しいな。いざ満開の時。といた方がいいのある？いや別にです。まだいい。おお素晴らしい。これはでかい。収益くれた感じですね。本当だな。でさ技術も300あるんだよ。忘れず取っとくよ。逆に忘れます？忘れるよ俺。俺で春英とかさ忘れるもん。やべえって試合入っちゃったみたいな。なんないなんないっす。あのサクセスって結構さいろんなこと考えんじゃん。アラフォーになったからでも初老がもう近づいてるから。へえ、ね、大谷また打ったんでしょ。あ、打ったみたいですね。6回の裏、デビル攻撃に入ります。この回のトップバッターはどうした。今日4打点を挙げています。ジョブの1年目こんだけ打ったらしいですね。それもすごいよね。18本。しかもキャッチャーでしょ。はい、なんか俺聞いたんだけどキャッチャーって常に座ってるから結構スタミナ使うんだって。確かに座あのなんていうの中腰というかさ、あれで座ってるのきついじゃん。腰やられちゃいますよね。ヒムラミの行く行かないのやつありましたっけ。あ、出ちゃった。来てないですよね、多分。来てないかもしれない。こっちの方がいいのかな。なんか最近の方がいい気がしてきた。ですね。守備職もらえる可能性あるしな。粘りないや。ちょっとこのまま行くね。はい。盗塁か。かつ独身術もまず成功してほしかった。パーフル行かない方が良かったっすね。あなたも練習積むタイミングなかったっすよね。でもだとしたらあのタイミングで何だったのかな。デートとかも来てたっけ。デート行きました。行けた。ちょっと勝っちゃいますよね、3人から。無理だよ。ワンチャンタッグフィニッシュうまくハマって、確かあの時全勝2人と筋力だったと思うんですけど、で筋力100何十全勝ポイント200何十で期待しちゃうよ。そんな逆にあそこで終焉逃したのも事実。うん、何も来てない。怪我率もあるんで、あ、ちょっとポイント振らないとね。弾道4、ありありっすね。どっちにしても、もう今吐けるだけ吐いた方がいいんで。ここまで合ってる。流しもいいっすね。バントは代打も OK じゃないですか。バントは、うん、バント怪しいですけど、まあいいでしょう。ホーム突入怪しいっすよね。怪しい。
いや、いや、行きましょう。めっちゃおもろい。逆境ボッケですね。逆いや、てかもう分かんないっすね。分かんないよね。ホームシッシュ。いや、ホームシッシュはいらないっす。いらない。レンディはいらないっす。ささやき。ラッキーボーイは間違いないっすね、ささやきも。トールアシスト。打開。打開いいっすね。かくらんも結局バランス的には OK な気がします。サインサッチも OK ですね。衝撃はこれで完走しないですよね。OK。で、一応ね、回復してきます。で、どこで欲しいの？筋力じゃないですか。ここ行っとく？はい。ういっす。結構取ったよね。1、2、3、4、5。結構取ってる。お待たせいたしました。ただ2回の裏エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターはどうした？ボール。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。打った。強い球に伸びた。エビルリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面でどうした？よし、打ちました。痛烈、いった入った入った。でもこれ招き持ってなかったらちょっと怖いね。6回の裏エビル攻撃に入ります。先頭バッター招きなかったらちょっと先駆けデッキでやっちゃいそうな気がする。掴みました。これではさあ、行動。エビルリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている。どうした？エクスカリバー見送ってボール。盆栽で伸ばすならこっちって感じしますよね。盆栽でっていうか、その経験で取ってね。要は、千丸元帥するイコール招き持っていけないじゃないですか、感覚的に言うと、招きを持ってくっていうところで考えると、まあ、要は盆栽サクセスになる。率が高いからこのデッキの方が面白いですね。まあ、とはいってもどのデッキにも良さがあって、その引き出せるサクセスができるかできないかなんですけどね。経験点どんぐらいだろう。3000はいってる？いってない？そこらへん？いってんじゃないですか。3000は。おー、136。経験点的にはいいっすね。ここにやっぱりもう一発ぐらいなんかあったら PG 目指しちゃう。そうですね、ポイントだもんね。それこそあのカタレンとかが大事だったり、終焉だったり、かもしれないですね。なるほど。ちょっと一回ここからシミュレーターさんにお伺いしてきます。さあ、戻ってまいりました。まずは基礎値が肩980 80エース。おー、結構上げるね。これ考えると、大田から肩骨欲しかったかもしれないですね。そして、特能はチャンス20丸、対左20丸、盗塁走塁20丸。おーおーおー。で、結構下って初級チャンスメーカー。初級チャンスメーカー。高速チャージ、帳尻合わせ。高速チャージ、帳尻合わせ。ホームステージが飛んなかったんだね、やっぱりね。連打。連打。で、ラッキーセブン、盗塁アシスト初撃。おぉ、って感じですね。どんぐらいよ、これ。ドシダさん。いや、ドシダさん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16列。コツで言うと52個取ってます。いや、結構取ってるよ。で、A でしょ。いきます。9。ちょっと待って、 PG めっちゃ近いじゃんこれ。これ独身取ってたらどうなんすか。独身取ったら行くんすかね。ちょっと査定しびれた。今プラスしてくっつけてみますね。まあ、ポイント変わるけどね。独身術、シミュレーターだと言ってるよ。うわ、言ってる。ドック。
言ってる。まあ独身ずつ取る代わりにポイント取れないのとかもあるけど、でも、まあ、どうん、言ってた可能性はあるってことね。そうですね、わかりました。まあでもこのデッキやっぱ面白いかもしれないですね。そういうことだね。ただ、うん、俺独身、いやまさにその独身術が成功する回数は、うん、あの5分の1とかだと思いますね。やっぱ、うん、セク1で完走してるんですもん。その時点で、上げられるミートって言ったら、うん、まあ、C、良くて C、B は多分きついと思うんですよ。そうだね。ってなると、やっぱり成功率、うん、独身術低いんで、うん、失敗が多い。まあ、あとは招きが必要っていうところの難しさ。そうだね。千丸に対しては。そうだね。まあちょっと、でも楽しめたよ。今回ね、このデッキ試そうと思ったのも、あのメールをいただいたんですよ。うん、で、カゼンドさん、ちょっとこのデッキでやってみてくださいって言ってくださった方がいてですね、あの本当にありがとうございました。あのやっぱりね、先駆けがね、覚醒も起きて、先駆け当たり前だろうみたいな感じでね、思ってた部分はあるんですけど、まだまだデッキにはね、いろんなやっぱり考えっていうのもあるんだなっていうのは再認識したんで、まあ、ちょっといろいろやってみようかななんて思って、撮ってみました。はい、まあ結果的に結果出してるからね。そうですね。まあそんな感じでいろいろやっていきましょう。はい、はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。